バラタ族が活動した古が地方バラタ族は古代インドの宗教文献リグベーダに現れるインドアーリア人の部族の一つで以後現代に至るまでマハーバーラタなどを通じてインドの歴史に大きな影響を与え続けた人々である。中央戦争においてバラタ族はスダースを率いるトリツ族と共にプール族などの1の部族の連合軍に勝利し、 以後パンジャーブ地方の諸部族の中で中心的な存在となる。そして戦後にバラタ族とプール族とは連携するようになり、根血が進みクル族が誕生して支配的な階層を形成するようになった。クル族はその後さらにパンチャーラ族とも連合してガンジス川上流域を制覇した。バラタ族はクル族としてガンジス川流域に派遣を確立し、 全インドはバラタ族が征服したとも言われた。こうして、インドはバラタ族の地として、彼らの名でもある、バーラタと呼ばれた。しかし、マハーバーラタには、クルクシェートラの戦いというバラタ族の内部構想が、主に描かれており、実際の歴史でも次第に分裂して、勢力を失ったと考えられているが、確かなところは不明である。バーラタの名称は、 インドの正式名称に使われており、バラタ族の国を正当とする歴史観が表明されている。ヒンディー語の方式でバーラトと読まれることが一般的である。ありがとうございます。